はい、皆さんこんにちは。ローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍している方であったりだとか活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で教育の事業に携わられているハンリちゃんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、はい、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、熊沢アンリと申します。大学で教育学部で教育を勉強してから、そのまま新卒で東アフリカのウガンダにある国で小学校教育の分野で海外青年協力隊として、はい、行ってました。でその後日本に帰ってきてからは日本の公立小学校で非常勤講師をしたりして、今はオンライン教材の会社で国内外ともに教材を提供しています。なるほど、そんなことはやってたんですねやってます僕もウガンダだったんで一緒にいる期間多かったんですけど、今何やってるかっていうのはあんまり知らなかった。そうだったんですね。あんまり公に出してないんですけどなるほど、ありがとうございます。ちょっといろいろ深掘りしていきたいなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、アンリちゃんが JICA 海外協力隊に行く前とか、なんでそもそも海外とか国際協力に興味を持ったのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってまして、うん、何がきっかけだったんですか。そうですね、国際協力ってものに本当に意識して取り組み始めたのは、大学の時のタンザニアにボランティアに行ったことが一番きっかけにはなってるんですけど、はいはい、本当に元の元をたどると、もともと私の家族ちょっと変わってて、はいはいはい、1年に1回は家族で絶対に海外に旅行に行くっていうのが決めてる。なんかお母さんとお父さんが結婚する時に決めた、はいはい、すごいねやつで、家族みんなでお金を貯めて年に1回海外に行くってことをしてたんで、うん、結構海外ってことは元からちっちゃい頃から結構行ってたんですよ。そうなの。え、待って、それは何歳の時から何歳の時まで毎年行ってるの。私姉がいるんで、私は0歳の時から観光的なものですけど行ってて、うん、最近はちょっとウガンダに戻ったりみたいなので、うん、まあね、まあね、コロナもあってあんま行けてないんですけど、うん、ずっとそれで、ね、じゃあもうずっと。そうですね、はい。あ、そうなんだ。ちなみに、はい、同じ国に行ったりもするんですか。同じ国に行ったりもしますね。どこの国が一番おすすめですか。私はエジプトが大好き。エジプト、ちょっと待って、家族旅行エジプト行くの。家族旅行行く。いや、嘘だろ、マジか。エジプト行きたいねってなって、うん、みんなでお金を貯めて、すごいね、エジプトに行って、あれはすごい本当に楽しかった、うん、ねえ。そのエジプト行った時は何歳の時、うん、エジプトの時は多分中学3年生ぐらいかなと思います。中学の時にエジプト行ってんのだからちょっと周りから見たらセレブリティかなって言っちゃうんですけど、全然そんなことなくて、本当にただ旅行が大好きな家族なんで、うんうんうん、海外だけじゃなくて日本国内も行くんですけど、はいはいはい、あ、でもいい習慣ですよね、それなんかそうですね。なるほど。じゃあもともと家族として年に1回海外に行くから、はい、そもそもそれで海外とは近かったと。そうです、そうです。で、あ、そっから家族でやっぱり旅行に行くのは基本的に観光地にやっぱり遊びに行くので、国としても見せたい部分しか私も見てこなかったんですけ ど、ね、小学校3年生ぐらいの時に友達が上海に越しちゃって、うんうん、でそれで友達を訪ねに一回旅行に行った時に、観光じゃなかったんでローカルな部分っていうのも行った時に、道で足が折れた状態で物乞いをしてる同い年ぐらいの子供がいて、でそれを見てもすごく衝撃を受けちゃって、でなんでこの私と同じような年の子が学校にも行かないで、うん、この道でずっとこうやって座ってるんだろうみたいのですごく衝撃を受けて、うん、でなんかその時にその私が普段送っている日常が全然当たり前じゃない人たちも世の中にいるんだってことを感じたのが、国際協力みたいなところにつながるきっかけにはなったかなと。なるほど。それ小3でしょ早いよだいぶ衝撃めちゃくちゃ早いよそれそういうのがあったわけですね。はい、ありましたね。なるほど。じゃあそこが国際教育の興味を持ったきっかけみたいな感じなんですね、はい、うん、そうですね。でそこから高校生とか中学生は特に英語とか、はい、そこ海外に行きつつもそういう国際教育のはやんなかったんだ。全くやらなくて、なんでやらなかったんですか。もうそもそももうめちゃくちゃ暗黒期。暗黒期小学校の時はすごいもう自分はできるみたいな気持ちでいたんですけど、うん、中学私立に行ったのもあって、うん、周りができる子たちが多くて、うん、中1で挫折したんですよ、はいはいはい、あ、自分できないと、勉強できない、うん、なんかついていけないってなって、うん、そっから授業中は寝るわ、学校は休むわ、うん、バンドもやってたので、うん、ずっとそのライブハウスに入り浸るわみたいな感じで、で、まあ、それはそれで本当楽しかったんですけど、だからもうボランティアとかそういうことも全然意識しないし、うんうんうん、それこそ英語とかも偏差値30とかで学校も退学になっちゃうんじゃないかレベルで勉強できなくて、うん、アップルの綴りがもう分かんないみたいな
そんな時代あったのね。そんな時代がありました。それが中学？高校2年ぐらい。高校2年もうほぼいやめちゃくちゃ楽しかったんですけどね、はいはい、その時はキャリア的に言うとね、やばかったなっていう、ね、あ、じゃあそういう暗黒期がありました。でもその後普通に大学には入っていくわけだよね、はい、大学は基本的にどういう専攻してたんですか？大学は心理学部の中にある教育発達っていうところで勉強してて、もう本当に小学校の教員の資格を取るための勉強と、あと私特別支援も取ってるんで、その2つを勉強するための大学、うんうん、なるほどね、うん、その時に他に海外とか行ってました？家族旅行以外で、うん、海外旅行行ってて、大学入ってから自分のキャリアを考え始めた時に、うん、教育は学校で学びながら海外についてはもっと自分で学びに行こうと思ったんで、バックパックを基本的にもう長期旅行とかではずっと1ヶ月2ヶ月単位で行っていて、それこそ本当にローカルなところとか現地の人の家に泊まったりとかして生活をするっていうことはしてました。なるほど、はい、ちなみになんですけど、はい、バックパックどれぐらい行ってたんですか？あ、まあ、国、うん、周遊とかもしてたんで、おすすめな国ちょっと聞きたい。モロッコ。モロッコなんだ。もうアフリカ行ってるけどね。その時点そうなんです、まあ、エジプトもあるし、まあ、そうか、エジプトも早い。ただアフリカが好きなんだと思うんですけど。そうなんだ、はい、モロッコは本当に最高でしたね。綺麗だし人も優しいし。あ、そうなんだ、はい、食事も美味しいんですか？食事も美味しいですね。結構フランス寄りなのでパンとかなんですけど、うん、ヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです。でアフリカ他は行きました？エジプトとモロッコ以外。協力隊の前はそこの 2, あその 2, つ, 2つと、あとでもタンザニアにそのボランティアに行ったんで、はいはい、そこの3つですね。え、タンザニアのボランティアは何で行ったんですか？タンザニアのボランティアは大学3年生の時にプロジェクトアプロードっていう団体を通じて、もう自分で応募して現地集合現地解散っていうので1ヶ月間行ってました。え、プロジェクトアプロードっていう団体、はい、イギリスの団体っぽくて、日本人とみんなで行きましょうみたいなのがすごい嫌だったので、はいはいはい、もっと自分を追い詰めなきゃと思ってそれでそう探して見つけて、ね、うん、マサイ族の子供たちに勉強を教えるっていうボランティアを、そんなのあるんだ、はい、して、うん、それがでもすごく過酷で、そもそもホームステイだったんですけど、周りのヨーロッパの人とかと一緒に過ごしてはいて、うん、でそこからそのマサイ族の村に行くのに片道3時間ぐらいジープに乗って毎朝行かなきゃいけない。毎朝3時間乗ってやばで本当に何もない草原の中にある教会を勉強する場所として作ってて、だから何も周りにもないし、言ってしまえば水とかも本当ないみたいなところでやってたんで、めちゃくちゃもう環境自体がまず過酷、はいはいはい、何かを作って教育に使いたいとしてもそれも見つけられないような状況だったんで、なるほど、ね、めちゃくちゃ大変でした。それちなみになんですけど、はい、どうやって勉強させたんですか？それは口頭と、そこにちょっとある壁みたいのを黒板貸して書いて教える、うん、はいはい、そうなんだ。でもさ、英語は通じないわけじゃない？英語も通じないですよ。どうするそれは？なんかもうそこで自分の力不足をすごく感じて、うんうん、言っても伝わってるのかもわからないし、うんうんうん、言ってしまえば ABC とかそういうのから教えてたんですけど、それをこの子たちが将来必要なのかもわかんなくなっちゃって、これいるみたいな教えながら、分かってるのかな、この時間本当に大切みたいなことは思っちゃってました、うんうんうん、なるほどね、うん、そっちの意味では過酷だけどそこまで結構教育ってすごい大切って思って、うん、教育学んできた私だったらできると思ったのに、うん、全然それが使えなくて、はい、どうしようっていう経験ではありました。なるほど。じゃあそれ帰ってくるじゃないですか、はい、その後なんかアクションしたんですか？アクションしました。でも帰る前に、うん、実は本当にその最後の最後に教えてた子供にありがとうって言われて、うん、ティーチャーが来るまでは物を売ることとか牛を放牧することしか知らなかったけど、これで世界が広がったみたいなことを言われて、そこで初めて私がやってたこととか、うんうん、教育ってやっぱ大切なんだなっていうのに気づけた。本当にその最後の言葉がなかったら、うん、多分今の私はいないぐらいのことはありました、はい、すごいですね、うん、それはなんか感動ですね。じゃあ実際大学4年生になりまして、うん、なった時に大学院っていう選択肢もあるし、うん、もちろん就職もあるし、うん、でも就職っていう道の中でも海外もあるし、うん、国内もあると、うん、まあ、いろんな選択肢がある中で、はい、アニちゃんがどういう選択をしたんですか？私は結局青年海外協力隊に行くっていう決断を、うんうん、そこで先生をするっていう決断をしたんですけど。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここまではアンリちゃんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、大学とかどういう風に過ごしてたのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、次の動画ではジャジャイカ海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお伺いしたいなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。